パブリーズ CM での平野潮の突然の交番にファンが反発。公認の道江俊優に対する賛否両論。2023年8月26日、日本全国で放送された P&G の消臭スプレー、パブリーズの新テレビ CM において新たなイメージキャラクターが登場しました。 これまで CM の顔を務めていたのは、元キングプリンスへの平野仕様でしたが、今回の CM では何わ男子のメンバーである道江春優がその座につきました。この CM の変動により、ファンの間で賛否両論が巻き起こっており、その背後には様々な要因が影響しているようです。パブリーズの新 CM と道江春優の登場。 新しいパブリーズの CM では、北斗賞と佐々木健介演じる夫婦の家に、青いエプロン姿の道江春友がハウスキーパー役として登場します。彼はパブリーズのスプレーを靴に吹きかけながら、最高レベルの消臭成分だけじゃないんです。と他の除菌成分などを笑顔でアピールする内容となっています。 この新 CM は視聴者に新しい視点からファブリーズの効果を伝えるものとなっており、多くの視聴者に注目されています。平野仕様のファブリーズ CM とその終了。一方、これまでのファブリーズ CM は平野仕様がメインで出演していました。 平野はキングプリンスへのメンバーとして活動していたが、2023年5月22日にジャニーズ事務所を退所し、ファンの間でその後も CM に出演し続けるのではないかという期待が広がっていました。しかし、突如として平野の CM が終了し、その後任に道江春優が選ばれたことで、一部のファンからは驚きと失望の声が上がっています。 ファンの反応と不買運動。平夜ファンやネットユーザーからの反応は様々で、一部では、よりにもよってジャニーズに引き継ぐなんてがっかり、といった怒りの声が聞かれます。また、一部のファンは、パブリーズどころか、もう P&G の商品を買わない、と宣言し、商品に対する不買運動を呼びかけています。 これに加えて、性加害問題に対する意識の高まりからか、一部のファンが P&G に対してその姿勢を問う声を発しています。平野ファンの期待と失望。平野ファンたちが期待していたのは、彼がジャニーズ事務所を退所した後も CM の仕事が継続することでした。 平野紫仕様は長らく多くのファンに支持されており、その人気は CM にも影響を与えていました。ジャニーズ事務所を退所したことで、ファンは新たなステージでの彼の活躍を期待していましたが、その期待が一瞬で崩れ去りました。一部のファンは平野が CM に出演していたことが忖度であると考え、それが終了したことに不満を持っています。 彼らは P&G に対して芸能界の監修に従わず平野を起用し続けることを期待していたようです。しかし、その期待が裏切られたことで多くのファンが動揺しています。道江春友の登場と評価。一方で道江春友の登場に対する評価も分かれています。にわ男子のメンバーとして道江は一定のファンベースを持っており、 そのファンからは彼の新たな挑戦を応援する声も聞かれます。彼のファブリーズ CM は新しい役割に挑戦する姿勢を示すものとしてポジティブな反応も寄せられています。道への CM での演技についても多くの視聴者から高評価を受けています。彼は笑顔で商品を紹介し、消臭効果をアピールする姿勢が好感を持たれています。 道へは新たなファブリーズ CM の顔として CM 制作会社と P&G によって選ばれた理由が垣間見えます。ファンの反発と消費者意識の変化。一部のファンが不買運動を呼びかけるなど、ファブリーズ CM の変動がファン層の意識に影響を与えていることは明らかです。 この反発は一つの CM キャスティングの決定が一部のファンにとっては非常に重要な意味を持つことを示しています。さらに、性加害問題など社会的な問題に対する意識の高まりも消費者の行動に影響を与えています。P&G などの大手企業は 広告キャンペーンや CM 出演者の選定において社会的な要請や批判に対応する必要があることを認識しています。このような背景から CM 出演者の変更が起こった際に一部の消費者からその姿勢を問う声が上がることは避けられません。結論。 ファブリーズ CM の平野仕様からミチエシュンユへのキャスティング変更は一部のファンの間で大きな反発を引き起こしました。平野ファンたちは彼の CM 出演が継続することを期待しており、その期待が裏切られたことから不満を抱いています。一方でミチエシュンユの登場にはポジティブな評価も寄せられており、彼の新たな挑戦を応援するファンも存在します。 この出来事は一つの CM キャスティングがファンや消費者の意識に与える影響を示すものでもあります。社会的な問題への意識の高まりや広告業界における倫理観の変化が CM 出演者の選定において重要な要因となっていることを考える上でも興味深い事例と言えるでしょう。 最終的には CM 制作会社と P&G がどのようにこの状況に対処しファンと消費者との対話を進めていくかが注目されます。また今回の出来事は芸能界と広告業界における監修や倫理観の再評価を促す契機ともなるかもしれません。